中機械翻訳の語訳分析、翻訳システム、バイドゥ、トヨ、ダオの人間失格の中国語訳を例にです。びっくりしたほど、すごい読む会社ですね。機械翻訳は、結局のところで、どういうところで一番弱いですか？忠実に原文を訳すことを求めています。これはまず一番解決すべきことだと思います。職場における男女差別は依然として存在し、また最も重要なのがやはり女性自身の意思です。CM に出演するそんな女性とか、必ず今の日本の主婦がのイメージとは言えないでしょ。確かに自分の論文に、その2つの女性と主婦を、一緒に論じたことがあると思いますが、今回の本論文は主に紹介したのは日本の主婦像であり、女性像の中の主婦像。女性像という言葉はもちろん使っていましたね。他には女性化という言葉も使いましたけど、あとは違う概念ですね。経済的とか、あるいは、文化的、社会的な要因についての考察がもう一つ必要じゃなかったのかというふうに思います。私の発表のテーマは非正領海における日本人の劣等感、小島信夫アメリカンスクールをめくってということです。彼の作品には弱者の心理、劣等性の悲しみなどをユーモラスに描く特徴があり、その時代の文学いわゆる第三新人のこうした作品との関係について君から少し教えていただきたいと。あまり研究していなかったんですね。非常に新鮮な気持ちで聞かせていただきました。また皆さんの将来像に思いを馳せますと、とても頼もしく感じられました。皆さん方が今回たどり着いた結論をさらに掘り下げていけば、その先にはまた新しい新たな課題が待っていることと思います。皆さんが今後も日本に関する研究を続けていかれることを心から願っております。そして皆さんにはその過程で日本に対する理解を深めていただくだけではなくて、そこで得られた理解を多くの人に伝えることができる人、つまり日中関係を担う人材になっていただきたい。我觉得我们这次活动呢，用我的话来讲，应该是一次创新。他这个会议，这个活动呢，我觉得有这么几个重要意义。一个是代表了国际国内对未来人才培养的一个这个方向。另外一点呢，它也体现了我们中国的日语教育的改革方向。那么我们举行这样一个大赛，事实上是和我们中国的日语教育发展是完全发展一致的。这同学们基本上是用日语来展示自己的研究水平。大家的语言的表达的流畅性、逻辑思维能力，都给我们留下非常深刻的印象。总而言之呢，我们高度评价这次大赛，对于这个大赛取得成果呢，也感到非常的满意。我相信它是我们中国日语教育发展的一个很好的一个导向。今天的大赛共有260多篇论文得到推荐，那么由中国日语教学研究会和日语教学指导委员会的专家组成了评选委员会，经过匿名评审，选出了30篇论文进入决赛，并在昨天经过一天的现场答辩，确定了获奖的。每年举办的世川杯日本研究论文大赛，在培养具有更高素质的日语专业人才工作中，也将发挥更加重要的作用。我希望通过之后的学习和我们的社会的历练，能够写出更好的文章，能够为中日的一个交流做出更大的贡献。以后，我也将继续拓宽自己的知识面，提高自己的研究能力，努力呢成为一名合格的研究者。